なんやこのおっさん。すごよ。全盛期くん。おっちゃんやん。普通に30本くらい落ちそう。また山川の穴が埋まったか。おっさんずつええな。500本まであと何本。山川の後継者見つかる。さすがにもうダメやろと思わせてから謎の復活を繰り返す男。ハム相手に炎上するレベルだし。ほんとすごすぎる。やっぱ神じゃんこの人。はじまりくん。これは山川の後継者。濡れスポ定期。やばいやろ。山川 OB も喜んどったわ。挨拶の嫌な流れをぶち壊すホームラン。4番ですわ。おまんじゅう決めてるな。3代目おかわりくん。通算1999三振で迎えた破初回西三塁。田中正宏から左翼席2号先制ツーラン。これが決勝弾になった。田中からは通算23三振の一方で、通算8本塁打目。オリックスなどで活躍した金子千尋の11本に次いで、2位タイだ。現役最多の本塁打数は459に伸ばした。500号打ちたいですけど、とりあえず1本1本。1打席を大事にすると見据えた。なんだこのおっさんは。40歳でホームラン王とかやってほしい。ご視聴ありがとうございました。